り飛ばされないようにしっかりと捕まってなさい。さあ行くわよ。探索でもどう？今まで見たこともない山の姿を見られるわよ。さあ、ついてきて。スピードの調整にはスロットルを使うのよ。さあ、感覚がつかめるまで自由に飛んでみて。こんな風に空を飛べる人間は世界でもほんの一握りよ。私たちのクラブへようこそ。これを飛行機の操縦みたいに考える人は多いけど、それは間違い。むしろウィングスーツに近いわね。体の動きで全てをコントロールするんだから。上達したわね。そろそろ最後の訓練に進んでもいい頃だわ。